しめ縄。しめ縄は、はは神道における、神祭具で、糸の字の象形をなす紙しでをつけた縄を指す。しめ縄、しめ縄とも表記する。現在の神社神道では、矢代、神域と現世を隔てる結界の役割を持つ。また、神社の周り、あるいは神体を縄で囲い、その中を神域としたり、役や災いを払ったりする意味もある。おみたましろ。 より城として、神がここに宿る印と申される。古神島においては、神域はすなわちとこであり、属性は現実社会を意味する現世、移し世であり、しめ縄はこの二つの世界の端境や結界を表し、場所によっては、金属地の印にもなる。お旅所や、山の多いは、遊水地、潜水、巨木、海の岩礁の、祈願などにもしめ縄が張られる。 また、日本の正月に、家々の門や、玄関や、出入り口、また、車や自転車などにする締め飾りも、締め縄の一形態であり、役や災いを払う結界の意味を持ち、大相撲の最高位の大関の中で、選ばれた特別な力士だけが、締めることができる横綱も締め縄である。江戸時代、おかげ参りのために使わした、おかげ剣にも、その目印として、首に巻かれることがあった。 現在でも、水田などで雷、稲妻が落ちた場所を青竹で囲い、締縄を張って、五穀豊穣を願う習わしが各地に残る。日本神話、アマテラス大臣が天岩戸から出た際、二度と天岩戸に入れないよう、太玉の命が締縄、尻め縄でとを塞いだのが起源とされる。稲作信仰、稲作信仰は、神道の根幹をなす一つであり、 古くから古神道にも存在し、縄の材料は刈り取って干した稲わら、または麻であり、稲作文化と関連の深い風習だと考えられる。古神道、神が鎮座する、神止まる、缶詰まる山や森を神ナビと言い,い信仰した。後に、森や木々のヒもろぎや、山や岩の岩倉も、神が降りて宿る場所あるいは神体として祀られ、その証に、締め縄が巻かれた。 縄を、ナウイコール、アム向きにより、左ないと右ないの二通りがある。左苗は時計回りにない、右苗は逆で、藁束を星々が北極星を回るのと同じ回転方向、半時計回りで線上に寄り合わせて、糸の象形を作る。左苗は天井にある太陽の巡行で、非、男性を表し、右苗は半時計回りで、 太陽の巡行に逆行し、水、女性を表している。祭る神様により、男性、女性がいて、なあ、方向を使い分ける場合がある。大きな締め縄は、細い縄を半時計回り、または逆に回しながら締め、それを時計回り、または逆に一緒にしていく。締め縄、締め飾りには、大根締め、ごぼう締め、 和飾りなどいろいろな種類の形式がある。大根締めは両端がつぼまり、ごぼう締めは片側の実が細い。稲や麻などの藁や、クズの茎を煮て抽出した繊維が使われるが、近年の家庭用の締め飾りには、ビニール製も増えてきた。新道としては、米を収穫した後の藁ではなく、出水前の青々とした稲を刈り取って乾燥させたものが、本来の姿である。また、 新材としてお米を収穫した後の藁、新藁も使用するが、太さが必要な際には、多くの新藁を使用する。麻とぬかを、おおむね一、五の割合で混ぜてよく揉んで油分を抜くことでめな縄に、適した材質が生まれる。なお、日本初期には、桶天皇の功に、取り欠状く者とあり、屑縄が、大変重要な建築資材であったことが記される。また、江戸時代に、 国学者、花穂木一、花綿忠美親子が、天帝の勝天使は、くず縄や、糸や衣の発明者であったと、講談し、くず縄やクズふが、新生死されたことを示した。飾り始める日は、松飾りの飾る期間と同じ扱いでよいが、地域によって異なり、現在では二十八日までに飾る。二十九日と三十一日に飾ることは、縁起が悪いとされ、 三十一日に飾ることを、人よ飾りと言い、迎え入れる神様に失礼であるとされる。飾りを外す日も地域によって異なり、一月七日に七草がを食べた後、もしくは十五日の正,正月の後に外すとされる。一方、三重県伊勢島地方や宮崎県高千穂町などでは一年中しめ縄が飾られる。本来の意義は、各家庭が、 正月に迎える年神を祀るための寄り台とするものである。現在でも締め飾りを玄関に飾る民家が多く見られる。形状は神社等で飾られる締め縄の小型版に装飾を加えたもので、締め縄に邪気を払い死に行きを示す神水をはじめ、子孫の連続を象徴する代々の宮譲り派の派、誠実、清廉潔白を象徴する裏白の派などのほか、 東京を中心に、エビの頭部のレプリカなどが添付されることが多い。これとは別に、東日本を中心に、長さ数十センチメートルほどの細い締め縄を、直径数センチメートル程度の輪形にゆわえて、両端を垂らした簡易型の締め縄が広く見られる。これは京言葉で、チョロ、東京方言などで、若ざり、東海地方などで、わ締めなどと呼ばれている。近畿地方では、 台所の紙の前に飾る程度だが、東日本では、角松にかける、東京周辺など、玄関先にかける、鏡餅にかけるなど、非常に広く用いられる。一般家庭では、本来の締め縄の代用とされる場合も多い。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。